ともやのアート。こんにちは、ともやです。今やテレビに引っ張りだこのカズレーザーさん、彼に送られてきたある悩みに対しての回答が気持ちよすぎると話題で、実際そのコメント見て素晴らしいと思ったんで、同じような悩みを持つ方のためにも共有しますです。これが寄せられたコメントです。大好きなペットと離れたくない、一人暮らしの祖母の近くにいてなるべく顔を見に行きたい、などの理由から実家暮らしのまま地元の会社に就職した女性に対し、一人暮らしの友人から、なんで実家暮らしなの、ありえないわと批判されたという。それに対しカズレーザーさんは、全然おかしくないと思います、実家から通えるんだから別にいいと思いますけど、実家がどんな豪邸でも実家暮らしはありえないってこの人は言うのかな。ただ単純にマウント取りたいだけの人なんじゃないですか。その人がどこに暮らしてるか文句言うやつなんか猿以下の人間だから気にしなくていいと思う。いいこと言うね、カズレーザーさん。これ本当よね。なんで自分の価値観を押し付けてくる人がおるとかいな。しかもよ、このコメント寄せた女性、大好きなペットと離れたくないとか、一人暮らしの祖母の近くにいてなるべく顔を見に行きたいとか、なんて心の優しい女性でしょうか。そんな彼女に対して失礼なコメントを放った女性は、猿いかたい。そもそも親が一緒に住んでていいっていうならいいやんね。実際僕もかなりの年齢になるまで実家暮らししとったけんね。今を生きる若い子に次ぐ、誰が決めたかわからん常識とかある程度無視してよかと僕は思いますけん。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。